生徒城が囲まれている。オロチゴが、オロチの連中じゃなくて、そう、連中があってとっとと城に入っちまうぜ。オロチ軍の偽伝令を止めなくては。放っておけば裏に引きを増やすことになる。敵将撃ち取ったり、何もやりますよ。あの騒がしい敵ではオロチの手下のようだ。オロチの計略ってか。じゃあ城を囲んでる連中は、おそらく王者と戦っているつもりなんだろう。ったく間抜けな連中だぜ。しかし厄介だな。やめぞ。 やめぞ。 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 やめぞ。
とは言えない。この力を集めてみせる。わかった。さすがは音に聞く真田幸村、この王者の思いも長州のやりか福者のやりか王者のやりか敵の奥まで受けてもらおう。そっかり何もやるね。打ち取ったり。